美味しく食べながら綺麗に痩せられる腸活レシピご紹介していきたいと思います。ポイントはあなたの腸内環境が整う食材かどうか、ここ重要なんですね。でこの動画ではこのように美味しく食べながら綺麗に痩せた方のために発信しております。そうなりたい方はぜひチャンネル登録お願いいたします。では早速本題に入ってまいりましょう。私今回使った、食材はですね、別動画でお伝えしている無印良品さんで選んだものを、使っているんです。で一つは無印良品さんが出しているその魚の缶詰を使っています。でこれがなぜ痩せられるかということなんですけれども、 EPA と DHA といって腸内環境を整えるその痩せる天然のオイルがですね、たっぷり入っているんですよね。でまたここすごく重要、化学調味料、合成着色料、香料などが無印良品さんのその魚の缶詰には一切入っていないんです。もしこういったのが入っている缶詰を食べてしまわれると、あなたの腸や肝臓をこうどんどんこう汚してしまってですね、結果あなたがどんなにその食べる、量をコントロールしたとしても、一生懸命きついね運動を頑張ったとしても長期的にね痩せることができないんですよ。なのでこういった、安心安全の本物の食材を使ってくださいねっていうこと。そして調味料もすごく大事なんです。あなたが使っている、普段のお塩であったりお醤油をこちらに置き換えるだけで腸内環境が整うんですね。なぜかというと痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やして元気にすることができるからなんです。でこちらもですね、塩麹と醤油麹と言います。発酵している調味料なんです。この発酵食品の中にそのね痩せ菌を増やすものがいっぱい入ってるんですよね。でこれはですね、実は簡単にね手作りができます。私も手作りしています。あとご紹介しますね。材料です。米麹、私は乾燥タイプを使っています、が 100g に対して、天然のミネラルがこういっぱい残っているヨヨ塩を 35g と天然水、もしくは浄水でもいいです。100から 110g を保存容器にもう混ぜるだけです。ただ夏場でしたら約1週間ぐらい、冬場でしたらその倍の10日から2週間ですね、14日間、毎日毎日1回はかき混ぜていただかないとその発酵しないので、そのすぐ使えるまで少しお時間かかるんですね。その時に活躍するのがこちら、私別動画でもお伝えしました無印良品さんの国産米で作った塩麹。これねパック状になっていまして、すごく便利なんですよ。もう原材料も見ていくと、お米、国産、食塩だけでできてる、もう完全無添加なんですね。この、塩麹を使っていただいてもいいです。今からお伝えするレシピはこちらを使っていきますね。でまた醤油麹は、同じく乾燥タイプ、私はですね、生でもいいです。米麹を 150g に対して、お醤油が 150cc、同量ですね、に保存容器に入れて、もう1日1回かき混ぜて、こちらも塩麹と一緒で、大体夏場でしたら7日間、冬場でしたら2週間ぐらい、もう毎日毎日かき混ぜて発酵すれば、もう簡単にできちゃうわけなんですね。でこの醤油麹がね、ないなっていう方は、私がこちらも別動画でお伝えしています痩せるね食材ということで、無印良品さんから出ている国産米で作った醤油麹、もうこちらももちろん無添加なんですよね。米と、醤油だけでできています。こういったものをストックとしていつも常備されておかれると、いざという時には便利ですね。では今から早速この無印良品さんでご紹介したその魚の缶詰と、この発酵した調味料を使った超簡単レシピ、腸活レシピをご紹介していきますね。また変えます。とにかくですね、もしあなたが健康的で綺麗に痩せたいと願っていらっしゃるようであれば、しっかりと食べないとダメなんですね。栄養不足のままダイエットしても絶対に痩せることはできないです。でただしその食べ過ぎても良くないですよね。やはり時々その臓器をね定期的に休ませてあげる必要があるんですね。特に腸内を一回リセットする。でこの方法がファスティングと言います。で私ファスティングのアドバイスもしておりますので、ご興味ある方は詳細欄に LINE のリンク貼っています。皆さんそちらからご登録後直接私にご相談されていますので、必要な方は遠慮なくおっしゃってくださいね。では腸活レシピをお伝えしていきます。
今回は無印良品のサバ缶を使ってます。でサバ缶はもちろん先ほどお伝えしたその痩せる天然のオイルがですねたっぷり入っていますし、またタンパク質が取れたりカルシウムが取れたり、まあ、ビタミン D と、まあ、もういっぱいいっぱい栄養があるんですね。でそのサバ缶を使ったメニューはこちら、サバ缶とピーマンのあっさり和えをお伝えしていきます。まず材料です。2人分です。無印のそのサバ水煮缶があります。で1缶 190g 入ってます。それが1つ、あとピーマンを2個、あとごま油が大さじ1/2、ポン酢が大さじ1。私はポン酢はですねグリーンコープさんのポン酢を使っております。無添加です。そしてお好みでいいんですけれども、黒すりごま、まあ、いりごまでも黒のごまと、あとこちら醤油麹、まあ、適量ですね入れていただいてもさらに美味しくなります。この普通の醤油よりもこの醤油麹、もしくはお好みで塩麹でもいいんですよ。この麹を使うことで味に深みが増して、もう本当に立派な一品にもう早変わりしますので、ぜひぜひ味方につけてくださいね。これは私の強い味方です。では作り方です。1、サバ水煮缶の水気をしっかり切ってくださいね。私びっくりしたんですけれども、この無印さんのサバ缶開けたらですね、こんなゴロゴロした身がボコって入ってるんですよ。なのでそのままそのこう歯ごたえがお好きな方はゴロゴロしたままでもいいですし、私は結構フレーク状が好きなので、まあ、娘も主人も好きですから、ちょっとこうほぐして使いました。で結構ね、しっかりと、まあ、骨も柔らかく煮てありますから、骨も丸ごと食べれます。で水気を一回切りますよね。で2つ目、ピーマンは細切りにします。縦に細切りですね。で3つ目、で耐熱容器に先ほど切ったピーマンを入れたら、ふんわりとラップをしていただいて、600ワットのレンジで2分間加熱してください。そしてラップを取りましたら、その容器ですね、ピーマンが入っている容器に先ほど水気を切ったサバ缶と、あとこの調味料ですね、ごま油とポン酢とお好みで黒すりごまと醤油麹を入れます。醤油麹は入れた方が美味しいと思います。なぜかというと、まあ、サバ水煮缶にはちょっと食塩が入ってて、もともと塩気はあるんですがそんなに濃ゆくないので、お好みで足してください。もうそれをパッ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 とね、もう混ぜるだけでできるんですよ。もうトータルね5分もかからないですね。もうとにかくもう缶詰とピーマンと調味料さえあれば、もうさっと水気切って、あとはもうボウルにレンチンして混ぜてあえるだけ。もう超簡単なんですよね。だから、あ、なんかもう一品欲しいなとか、そのお魚ってこうなかなか、私もそうですけど、こうストックスってやっぱ冷凍してることがあるんですよね。がわざわざこう解凍して下処理して、まあ、煮つけたり焼いたりって、もうすごい手間かかるじゃないですか。で特に毎日遅く帰っているとお魚食べたいんだけど、あ、わざわざ今から解凍かとか思うとね、ちょっとやっぱ遠のいてしまう時って日頃、まあ、多々あるんですよね。その時にこの無印さんの無添加のサバ缶がもう大活躍するんですよ。もうほんとね、おつまみにもいいですし、お子様のまお弁当のおかずとかにもねすごくおすすめですから、ぜひぜひ作ってみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。私はこのようにあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。この動画のお話役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンやぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。